ますますお前にレッツストーリー。かっちゃんの救出に成功した僕たち、そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ！ファーストラテック。いや、どうしてハウエリッコッシンスッフイグルッとハウエリッコハイで消するかグッと違うハイアクトしろ特進グッダー。トムラ君、終わりたくないです。死ねボルクワト尻となれ。なんだこの、くるっと間に合わんぞ。逃がすな。そうです。何もかもぶっ壊す。この手で。そんなのに寄ってるか。跳ねるか。やめとけ。マジーな。壊れる。柔軟に。はい。死ぬか。いるまいよ。マジーな。やがって。まだじゃ済まさねえ。こなこらに。カラスウルトラ。出ていけ。うわ。残念、ゲームオーバーだ。レディークラッシュ。腰抜け身。押しゅう。押しゅう。ゆするか。おいおいけ。押しゅう。やっ。はい。押しゅう。ゆするか。な。え。逃がすや。うわ。はい。野村君、終わりたくないです。いけ。な。おい。押しゅう。な。はい。どいてもらう。ほら、うん、直進ガンガン行くぞ。急ピッチでやって、押しゅすぐすれば、グルパイこっちたくめさあいで圧倒しろ。おいやあおいてもらう広範囲で強すぎたら特進。うわ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 
チートか。時代は熱々よ。エクセレント。ニューストーリーズ。やられたな。一手で綺麗に強制発動。さあ、行くんだ、トムラ。待て、ダメだ、先生。トムラ、君は戦い続けろ。僕はただトムラを助けに来ただけだが、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と謳われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人をもてあそぶ、壊し、奪い、付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。許せない。年のり、活動限界が。嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。ワン・フォー・オール先代継承者、志村ナナから。怒れ年のり。花から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。イナフ。トムラがせっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように、僕も君が憎いんだぜ。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。6年前とお前だ。落ち着け。そうやって挑発に乗って奴を閉じ込めた。腹に穴を開けられた。お前のダメな時だ。奴の言葉を交わせな。まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。受け取る。はい。やらねえば。ここまでだ。なるほど、上等だ。すっ、早すぎ。来ないのか。予想が覚悟はいいか。やるな。なんと、ここまでとは。
装備を全く抗うか。貴様の未来は私が砕く。エクセレント。ニューストーリー。まったく、なかなかやってくれるじゃないか。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ。平和の象徴。何か、皆さん見えますでしょうか。え、なんだあの骸骨。そんな秘密。頬はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようとも、その姿をさらされようとも、私の心は依然平和の象徴。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。死柄木弔は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。嘘。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな。オールマイト、笑顔はどうした。人助けってのは命だけじゃない、心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中、笑ってるやつが一番強いからな。やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。お嬢様の